大食いみたいな、なんかめっちゃ食べちゃっていいって感じ。ちょっと待って、どう喜ぶか。ほんとに、ちょっと取ったか。ちょっとよだれが出てくる。これはジュルリ。それ今話していい？本当は、万引きしたことある渡るって。殴り返すとしたら学生時代握力いくつよ。もっと頑張った方がいいよ。ここ男だなって思うところ、もっと男の子だからっていうのはあるんじゃないかなって思う。おばあちゃんの乳首やし、お店のそのなんか桜みたいなさ、口コミ隠す、いいぞいいぞ青木やれやれやれ、帰ってからお父さんにボコボコにされた YouTube チャンネルを解説だし。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと渡るです。おめでとう。え、何が。いや、青木かのんさんとうとう30万人突破しました、はい、ありがとうございます。あ、そうだ、ありがとうございます。今30万人ぐらいか。まあ、それももう超えてきてるけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、お肉大好きでしょ。大好き。今日はちょっとお肉をね、たらふく食べていただこうかなと思って、東武東上線の大山駅にある矢沢さんにちょっと来てます。ここのお店はすごい美味しいって聞いてた。有名なの？めちゃくちゃ有名。僕もまだ来たことなくて、ここ。あ、そうなんです。一緒にここで初めてお肉を堪能するっていうお祝い企画です。ありがとうございます。なんか大食いみたいな、なんかめっちゃ食べちゃっていいって感じ。あ、もういいよ。本当に頑張る。じゃあ3万円分ぐらい食べていいってこと？あ、明日からもやしだな。頼みますか？え、頼みますか？あ、ちょっと待って。ん、ちょっと待って。どう落ち着いて。犬じゃないんですけど。どう抑える。まあちょっとで来るから、ね、待って。絶対喜ぶから。本当に。あ、ちなみにさ、私さ、前髪さ切ってもらったの短く、で、どう、ぶっちゃけていいよ、本当にリアルに。前の方が良かった。おい。どうしよう、なんかやる気がめっちゃ落ちたんだけど。どうしよう。いやおかしい、変。前の方が今もいい。次は30万。うーい、やった。単純かよ。何やってんだ。いや、目つぶっててよ。楽しみ。目閉じてって言われたらちょっと半開きするタイプだけど大丈夫。じゃあ目半開きしてって言ったらどうなる。閉じる。閉じる。よし、じゃあ目半開きにして。はい。何来た？キンキンに冷えてやがる。何が？飲み物。あ、飲み物。あ、じゃあちょっと待ってて。うん、すいません、お願いします。はい。ちょっと取っとくか、この半開きもね。え？ん？じっとしてらんないタイプだろ。うん。はい、失礼します。怖い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 。あ、違いますね、ハッピーバースデーじゃないですね。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。すごい、これは。はい、どうぞ。失礼します。なんか怖い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 。いいよ、開けて。開けるよ。どうぞほらやばっ。やばい。ハッピーバースデーではないけど。まあ、ハッピーバースデーみたいなもんでしょう。ジャンルは一緒でしょ。どう。めっちゃすごい。なんですかこれ。肉のタワーですか。これは肉タワー、まあ、肉ケーキなんですが、すごい。しかもめっちゃなんか霜がフリフリしてるじゃないですか。霜、はい、がフリフリしてる。まずですね、下こちらがカルビです。左側上ハラミになってます。わー、上ハラミ。カルビとハラミで俺らが好きなやつ。上の方がモモ肉。はい、あ、これですね。はい、この下のこうですね。あ、ここモモです。モモ肉。はい。そしてここが、ランプ。ランプ。はい、リブロース。うん。イチボ。イチボ。はい。そしてまた、モモになります。あ、モモ。はい。すごい。すっごい。これ、量って何キロ、10キロくらいなんですか？はい。これで、1キロです。あ、あ、はい。すごいね。10キロ。1キロすごい。つけだれを用意しました。はい。ありがとうございます。もみだれですね。もみもみ。甘いタレですね。はい。で、カルビだれ。ちょっと、ピリ辛のタレになってます。はい。で、こちらが特製の矢沢スパイス。お、熊本県産の天草の塩というカイエンですね。はい、有名ですね。わさびで、わさび醤油。わさび醤油。はい。豊富や。そしてこれがネギ塩だれ。うわ、やばい、やばい、めっちゃペンちゃん。よだれが出てくる。はい、やばい、ジュルリ。もも肉、まあ、上のタワーの方ですね、はもう本当にさっと油ぐらいで。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、失礼します。いや、お誕生日ありがとう。誕生日じゃないけどね。実はホワイトデーの開始です。
泣きたいよ。泣けなかった。確かに泣けねえかよ。いや私はあのなかなか涙流さないんだけど、でもすごい嬉しい、ありがとう。これはね、僕の気持ちなんだ。見てください、この高さ。だってこれビールジョッキこれでしょ、うん、めっちゃ高くない？30万人登録のお祝いとバレンタインデーありがとうございましたの乾杯。いいえ、ありがとうございます。乾杯。キンキンやん。うまい。いただきます。え、じゃあまずギャンギャン行こう。うん、ギャンギャン。これ何、はい、カルビとかでしょ。カルビ、下カルビついた。カルビね、これ焼けるの相当早いから。あ、じゃあもうそこ、うん、じゃあコングで、コングでさってって食べてくださいって。だから、うん、じゃあもう赤いまま食べた方がいいってこと、うん、ちょっと気持ち焼くぐらいで本当いいから食べてください。はい、いただきます。何回もいただきますって言うね。何回も私だ。どうぞ。いいの、これ。うわ、綺麗な色。綺麗な色です。これね、さっと、いくよ。うん、おいしい。めちゃめちゃおいしいです。あ、ダメ、なかった。たまんない、たまんない。うまーい。うまいよね。うまーい。うまいね。早いです。あ、僕よりね、肉たくさん食べれるから。うん、キャンパーが違うから。うん、やばくない？これやばい。じゃあ大福にも入れてあげる。ありがとうございます。うん、でもさ、最近さ、うん、なんか、あ、やばい、これ片面だけ焼いちゃってもいいんじゃないのってさっき言ってたからさ。あー、いけるじゃん、片面だけ、うん、これやばいやばいやばい、片面片面片面、ほら。あ、ありがとう。さ、気になるの。うん、何が。ここ前、あだるがさ、なんか動画とかではさ、うん、あんまりキス見せない方がいいよみたいに言うじゃん。あー、言ったね。うん、うん、結論くるんかと思ったら笑顔で。私思うんだ、うん、YouTube って視聴者さんに発信するものでもあると思うんだけど、うん、自分たちのアルバムみたいな、なんか思い出箱みたいな。なるほどね。だからなんかそのシーン私残しておきたいなみたいなのあるんだよね、まあ、キスすごい苦手な人なんだけど、うん、今日頑張って私にキスしてみようかなと思うんで、それで今キスしていい？あ、わかりました。それは別に、じゃあこの YouTube で残さなくてもいいんじゃないかなっていうのは思うかな。はい。だから今 YouTube 撮影してる時ってアドレナリンが出るわけよ。あー、ね、ランナーズハイ的なね。うん、うん、いい子もいいの、うん、だからそのアドレナリンを利用してね。あー、なるほどね。渡るくんにキス攻撃をしてやろうかと。渡るくん的にはどうなの、こういうさ、なんか手を繋ぐのも嫌だ、キスをするのも嫌だみたいな言うさ、まあとんでもないやつですよ私は。それを無理強いしてまで欲しいっていう気持ちは別になくて。そうなの。いい人ぶりたいとかそういうんじゃなくて、本当にそれは素直に。ね、渡るってなんかさ、いい人キャラみたいになってるからさ、ちょっとね、あれだよね、いい人キャラなんでしょ、だって。なんかいいキャラですですって。本当は、え、万引きしたことある渡るってないないよ。逆にね、うん、私は店にね、お金をね、奪われたの。私の家の近くにね、明石屋さんがあるのね、うん、でそこの店主、まあ、マスター、おじさんか、うん、怖いのよ。で私、小学5年生の時に50円玉で握りしめて、フィリックスガムっていうの、10円のガムを買いに行ったの、うん、で私はもう、そのおじさんがすごい怖いの知ってるから、もうその50円バッて出して、すぐにガム受け取った瞬間に走って逃げちゃったの。だからお釣りの40円ももらってないんだよ。なるほどね。だから今度取りに行くかなと思ってんの。一緒に行くか。ほんとに？え、ほんとに行きたい。すいませんあんた気持ち。いやお肉ってほんと人幸せにするわね。食べる？私のここ。え？ほら、いいよ、食べて。ここ身の上白くて、うん、トントロみたい、豚みたいな。さ、次。ほんとたまに、わだるがほんとにその動画でね、撮影中に、え、ちょっとさ、今の言い直していいとか言うときあるんですよ。このままだと、なんか俺、いい人説みたいな。本当のことを言って、いい人なんだねって言われるのが何が不満なの？いや、なんかその、いい人っていうふうに決まるじゃん。そしたらなんかずっとその道で歩く的なね。あー、なるほどね。感じね。それを少しこう、ずらすことで、うん、こっちも右も左も行きやすくするっていう。あ、確かに。いい人キャラすぎる。だってアンパンマンが例えばさ、うん、エントスコーラ行ったらさ、うん、みんな失望するでしょ。失望する。おっ、あ
ボンボンって言ってメントスコーラでしょ。アンパン、アンパンが飛んできて、うん、それを殴り返すとしたらやめてよ。あ、これマスオさんか。いやでも多分声優さん同じでしょ。何つけて食べてる。え、わさび。うん、めっちゃうまいな、あのわさび。おいしい。わさび、私ね、わさび全然食べれない人なのって言うと、うん、あ、食べれるけど苦手みたいな、うん、おいしいわ。矢沢さん最強だね。最強だ。じゃあ今からわたるくんの食レポが始まります。じゃあやります。じゃん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 。はい、終わりです。終わりです。はいはいはい、終わりです。肉取れなかったんですけど。握力ない。じゃあ俺がやるよ。学生時代握力いくつ。え、お前45ぐらい。嘘。あ、俺70だった。やっぱピッチャーだからさ、フォークとか投げるとき変化球でさ、こうやって握りつぶさなきゃいけないから、もっと頑張った方がいいよ。はい、頑張ります。そんな私も今26。握力年齢見て言うの。そんな落ちたの。落ちた。だからすごい嬉しかったんだよね。ああ。ある意味成長したんだ。成長、うん、まあ、成長だね。めっちゃうまい。普通に2タワーぐらいいける。2タワーいけますね、うん、ちょっとタレ変えてみよう。ごま油でいきますね。いきます。肉本来の甘みがね、引き立つ。いやうまいな、本当に。ね、これ何。バラだ、これバラだね、うん、え、これ焼いていいの、そのまま。うん、一応。あー、こうやって崩せばいいんだ。これもしかして単焼じゃない。あ、違うわ。赤とんねる、これ。いい肉だからあんまり焼かない方がいいんだって。ほら、早く食べて。渡り、食べなさい。なんかすげえな、懐かしい感じがした。でしょ、うん、すごい、これ一つのバラに5、6枚入ってるね。お肉がゴージャス。じゃあちょっとおすすめのごま油。あ、これニンニク入ってる。最高やないですか。どうやどうや。あ、本当にね、肉の旨味が本当引き出ます。そうでしょ。こうやっていくよ。どうしよう。これめっちゃうまいかもしれない。ちょっと聞いちゃってもいい。何、なんか以前私がさ、マダルに今度こういう動画撮りたいんだけど言った時にさ、いや、これはもしかしたら視聴者さん怒る人いるかもしれないから答えたくないって言ったことをちょっと聞きたい。何、私とこうやって付き合ってきて、あ、ここちょっと男だなみたいな思ったところを。ああ、それ言ったね、前に。うん、言いたくないけど、それ動画にすると賛否あるよみたいな。うん、じゃあ一つだけ教えて、参考にしたいんだよね。ここ男だなって思うところ、うん、前回やった大食いで俺より食べたっていうのがもう男だよ。いやだって、どうしなさとわかんっているから。ああ、まあそう。え、だからシンプルにそんな性欲のところじゃない。え、逆にないもんだって性欲。え、性欲ないじゃん。だってあの日、え、だから元男だからっていうのもあるじゃん。そこに目をつけたか。え、どこに目つけたのか。いや別に、あ、でも、あ、そういうことね。元男の子からそのホルモンとかやって。そうそうそう。だから要は言い方が本当に、これは適当かわかんないですけど、うん、要は普通の人って言ったらちょっと言い方が悪いけど、いや全然気にせず言ってんだよ。多分ある程度カップルだと大変欲求があるので、うん、止まったりとか、うん、まあちょっと、うん、まあそういった時に絶対発生するっていうか、あ、まあ、かつしかも僕ら27なんで、まだまだ全然お盛んな年、お盛んな年なんで、うん、ところが営みは正直めちゃくちゃ少ないから一回しかしてませんから。そうですね。だからそこは、まあ、本音ベースで話すると、うん、まあ、元男の子だからっていうのはあるんじゃないかなと思う、うん、もうそれはね、あながち間違いじゃなくて、うん、あの、私性欲実はね、うん、逆に普通の人より強くなれる可能性を持ってるの。なぜかというと、うん、私が今しているホルモン注射って卵胞ホルモン注射っていうの、卵になんか包み込むみたいな感じで、で今それをだけをやってんの、うん、で逆にもう一つ種類あって、ホルモンには黄色い体って書いて黄体ホルモンっていうのがあるんだけど、うん、それやると性欲がねかなり上がる。へー。女の人がさ、妊娠とか結構ね、あの乳首が黒くなるのよ。
その時に分泌されてるホルモンが、まあまあ、ざっくり黄体ホルモンっていうんだけど、間違ったらごめんなさい。で、それをすると性欲が上がる。上がるの。そう、だから私黄体ホルモンやった時めっちゃ乳首黒くなっちゃって、うん、でも結構なんかリスキーだね。そうだから上げたいんだったら乳首黒くするから。そうそうそう。で、私ちょっと自慢になっちゃうかもしれないけど、うおおやば結構あんのかな。パッカーンパッカーン。まあ、私ね、ちょっと自慢になっちゃうかもしれないけど、うん、まあ、結構ね、ピンクなんですよ、うん、だから、イコール、まあ、性欲ないよね、みたいな。ああ、なるほどね。そう、その色素が判断できるんだ。そう、元男の子さんで乱暴やってる人ってみんなピンクなの。へえ。おばあちゃんとかもピンクじゃん。知らんけど、おばあちゃんの乳首は知らん。銭湯のおばあちゃん見るとピンクだよ。あ、そうなの。うん、醤油醤油で、あの、ああ醤油で、うん、何。あ、うまい。醤油もうまいかもしれない。なんか大トロ食べてるみたいな気分になる。私この前ね、韓国の元男の子と YouTuber が日本に来るから、うん、いいお店連れて行きたいなみたいな案内したいなと思って、うん、個室のお寿司屋さんね、予約したの、うん、口コミ見たらめっちゃ美味しそうみたいな、うん、いざ来たらなんか店員みんな外国人で、なんか一品目に奮発してウニみたいな、3人でビッてウニ注文して食べたらくっせーってめっちゃくっぱかった。友達もなんかこうやって気使って超面白いやつ。言葉発音でジェスチャーがね、これ絶対臭いと思ってんだろうなと思ったら、で正直に出て行ったの、うん、終わった後に、そしたら、うん、ちょっと臭かったって言った。え、でも味は全体的にね、うん、ちょっと申し訳ないけど、腐った感じの味がしたの。そして後からちょっとネットでね、そのお店のなんか調べたのよ、いろいろと。そしたらお店のそのなんか桜みたいにさ、口コミ書く桜みたいにいて、それに騙されて、もう二度と行きませんみたいだったから、最悪失敗したくなった。確かにお寿司屋さんに入ってね、外国人の人が全員店員さんってなるとちょっと怖いかも。ちょっと焦るよね。焦る、えってなるよ、うん、まあでも多分向こうからこっちに修行してる人とかもいるからさ、一概にこうだって言えないけど。そっか、これちょっとさ、生で行ってみようかな。いや、お腹壊すからやめてほしい。したかった。うん、ラスト、ありがとうございます。個人的には、はい、これあ、ちょっと辛いやつ、はい、で、次が、これ食べるやつ、わさび、で、次これめちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです。え、これって何ランクなんですか。全部英語です。はい。やばっ。え、これ聞かなくよかった。え、聞かなくよかった。いいんじゃない、それを頭に焼き付けて食べる。はい、わかりました。油があのさっぱりしてるんですよ、うん、これなんかね、口の中でさっと溶けるんだよ。確かに、ちょっとありきたりな表現だけど、うん、いや、ほんとそうだった。ろ過された油みたいな。あー、わかりやすいね、うん、そう、ちっちゃかった頃の夢はね、お笑い芸人だった。小学校の時、結構やっぱこういう元々キャラだったからふざけるの出してたの。卒業式にふざけてやるよみたいな感じで、うん、宣言して、なんかいいぞいいぞ青木やれやれみたいな感じだったから、私グレーのなんか短パンだったの。卒業証書授与の時に絶対バラを貸してやろうと思って、あの壇上で、うん、壇上で思いっきりわざとおしっこ漏らして、こっち、そう、ここやばかった。グレーだから流すじゃん、シミがね、シミパンが。それで私、帰ってからお父さんにボコボコにされた。それはやばい。マジで。お母さんと学校の正門前でこうやってやって一気に噛ん。今度俺もやろっかな。え、もう終わり、お肉。あ、ラスト1枚でーすとかそういうの何も言わずに一緒に食べちゃった。うん、そんぐらい楽勝だったんだね。肉ケーキどうでした。いや、嬉しかったよ。本当に、うん、泣きたかったもん。いいよね。そんなにテクニックない。渡辺くん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。矢沢さん、ありがとうございました。矢沢さん、ありがとうございました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。
Twitter、Instagram、あと TikTok と私が普段動画では言わないようなことを書いているブログ、ノートもやってます。そちらも画面の下にあります。ぜひチェックお願いします。お願いします。そしてなんと実は渡るくんも YouTube チャンネルを解説はしませんが、って待って今YouTube チャンネルみたいな。なんか視聴者さんから、渡るくんの個人チャンネルないのみたいに言われるけど、ね、ないんだよね。で、渡るくんといろいろ話した結果、できるんだったら、なんか文章書くみたいな、それだったら、やりたいなっていうことを言ってくれたんで、うん、私がやってるノート、渡るくんも自分のノートを始めることになったんだよね。解説しました、はい、なんと。で、あれなんだっけ、渡るくん、そのノート、どんな内容を書く予定なんですか？まあ、普段発信できないこととか、あとこの動画の裏側とか撮影の裏側の写真貼ったりとか、なんか伝えられるものがあったら発信していきたいなーってのがあって、別のところも設けてちょっとコミュニケーション取れたらいいなっていう。私のノートはなんかファンクラブっぽい感じの、あの会費払わないとめでないから。で、渡るくんのはあれだっけ、普通にブログとしてもう公開しちゃってるけど。あ、そうだね。あ、そしたら誰も見れる、誰にも見ていただけるような内容になってます。はい、なんで見てください。じゃあ、この辺で終わりますか。また次の動画でお会いしましょう。じゃあさ、最後キスしていい？終わってから。いや、終わってからしないよ。出ました。